小池知事がオリンピック会場の開催費用を検証する調査チームを設置したのは9月1日のことでした。この調査チームは9月末に水泳会場など3つの会場の建設中止を含めた見直し案を提案します。しかし現状はと言いますと、建設中止という点では大きく後退しています。まず水泳会場についてはオリンピックアクアティクスセンターの新設に絞り込みました。観客席を減らすなどした案が提案されています。またバレーボール会場は有明アリーナの新設計画が残ったまま、既存の施設である横浜アリーナに変更する案が加わりました。そしてボートカヌー会場は宮城県の長沼ボート場案は見送られる見通しで、海の森水上競技場を仮設レベルで整備する案が有力視されています。ただ提案段階ではあるものの、費用の面では一定の成果も出ているようです。公表されている整備費用を見ていきますと、683億円とされているオリンピックアクアティクスセンターを観客席を減らすなどで470億円に、また有明アリーナは404億円から370億円に、そして海の森水上競技場は491億円から298億円に削減する案などが提案されています。